洗濯物を干しましたって今もう寝ますけど、その前にご飯を食べます。お米だけ炊いてあるので、しーちゃんが昨日作ってくれた出汁を使ってまたおじや食べます。卵買ってきたので卵も入れて卵かけご飯を食べつつ、だしも食べて、卵かけご飯プラスおじやみたいな感じで、もう眠いです。もう眠すぎて気持ち悪い。今日おにぎりも食べたんで。頼まなきゃいけない、そのとこも先に食べてから飲みます。じゃあいただきます。秋田小町久しぶり。美味しいですね。ちーちゃんこの前使ったこのナスのネギたちまだあったのでこれ食べます。これをちょっと、もうちょっと開けて、ポン酢で、
汁が足りないんで入れてきます。汁が足りないので、あ、これにちょっとこの 生卵をちょっと甘だれ金のごま風、ちょっとこれをこれも食べかなり落ちて冷麺状態になってますけれども、味は美味しいです。ちょっと温かくしないとさすがにこれ、ちょっと温かいの足してきました。これいいですね、この卵焼きに、あ、目玉焼きに、目玉焼きじゃない、 生卵、ちょっとこれに今度次はこのポン酢入れてみます。これおいしい。でも豚バラ肉で ごまだれをつけて、でこっち半分はポン酢で。じゃあこれ食べてみよう。
楽しい。今こんな食べてるよ。何時があんの？何もあった？あれ。みんなこれ。おじいちゃん俺もう寝る。もう寝るわもう。ずっと作業続けてもう今ご飯食べたところで10分も出るわ。何にも出ないもん今日。ありがとう。チャンスにも疲れ。洗濯物もなんかいっぱいあるのよ。ちょっともう洗濯物もこれ無理よこれ今日。おしいちゃん。今これ森永のチョコさんの家庭気持ちいい。持ってきたから森永のチョコサンゴサンドベルギーチョコベルギーチョコかっこいいこれ何これ。おおこれかっこいいね。ふう、こんな感じ。すごい。かなりかっこいいですね。一回でも食べられるわこれ。寝るよ。ちゃみ。おお。一個ずつね。さすがちゃんき。ピノの甘おのこれついに食べました。いちご強豪のおしさにこだわって一粒で。
ほとんど言いませんが、アマモ果実を 100% 使用したイチゴアイス、滑らかくなるミルクチョコ。にゃん。おお。おお、なんかこれ。へえ。うん。甘いものも感じた味がすごいいいけど、一個ちょうだい。いいよ。じいちゃん、もう寝れなくて、寝る、寝るんだけど、これ寝る、タイマー。もうじいちゃん、お風呂入ってきたよ。うん。聞きましたよ。はい、どうも、ちゃんみみっちゃんです。ちょっと作業入るんですけれども、その前にテンフィンガネームで爪だけ見ておきたいと思います。僕みたいなアーティスティックなミュージシャンのそういう芸術肌はそういう爪を塗ったりとかするというちょっと美的な部分にも気を使うっていう、そういうのが重要なんです。そういうのが重要なんです。わかるだろ、なあ、俺の言ってことわかるよな。芸術的なことやる人って、芸術的にやる人がもうこれしか来ませんとか、もうなんかもうちゃんと縦こと物差し横の社会、まるで米粒の一粒のようにシャキッと前に習えで右に習えで
そのようなスタイルでやっていってくださいっていう、なんか逆じゃん。あ、そういう観念もすごい大事だと思うんですけど、どっちかっていうと芸術っていうのはその真裏にある本来、ね、独創的なものだから、何かそういう教科書通りのっていうのとはちょっと違うわけですよ。教科書通りのではなくて、その個性、独創性、創造性豊かな芸術性というものをどれだけ飛んだものにできるかっていうのが重要なわけだから、なってくると、まあ、スタイルだとかね、多少そういう凝り固まったものっていうのが、ね、スタイルとしてできていってもいいと思うんですけど、柔らかな柔軟な方を取った方が、芸術やら何やらやる上では本来であれば理由かなということですね。それがただ単に何かしらタグが外れてるとか何でも反抗的だとか、そういうになってくるとただのパンク、何かしら流儀や何かに乗っ取った上での、そういった、年季のこもったものになってくると、それはセンスになってくるんですね。そのバランス感覚っていうのが、ね、それぞれ人それぞれありますから、それが自分はどれぐらいどういうふうなバランスなのか、その個性がまた、ね、魅力的であればあるほどいいということです。まあ、いつもオールバックじゃないわ俺。風呂上がりの時は道路くんは可愛らしい道路くんね。その可愛らしい道路くんを可愛い可愛い言ってりゃいいんだよお前たち。なんでそんないちいちなんかオールバックにしなきゃどうだろうとか、そんなことお前たちに言われなきゃいけない。道路くんが可愛らしくしてる時はただ可愛い、ね、守ってあげたい。こんな可愛い人がそばにいたら癒される、ただそれだけ思ってればいい。それ以外の感情を持たない方にシフトすればいいんだよ、君たちは。むしろ君が可愛らしくしてるときは、可愛いっつって。それ以外の無駄な感情を削除して、それ以外の無駄な感情を抱かない。ね。むしろ君が可愛らしくしてたときは、可愛いと以外思わない。そこに徹すればいいんだよ。余計な雑念を考えなきゃいい。わかったな？道路くんが、ね、こうやって可愛らしく、ね、髪の毛まとめて可愛らしくしてるときは、キモいとか思っちゃいけません。キモいとか気持ち悪いというふうに思うことは罪です。いいですね。道路くんが可愛らしくしてるときはただ可愛い、可愛いから愛おしい、尊い、守ってあげたい、自然の汚す奇跡というような感情以外の何かしらキモいとかそういった感情を抱いて、道路くんに対して道路くんを傷つけるようなことを心に思ったら、それは罪です。そういった感情は必要のない感情なので、完全に削除してください。心の中からそれ以外の可愛い、道路くんのことを尊い、可愛いから守ってあげたい、自然が及ぼす奇跡というふうな道路くんのことをただただ愛おしく思う気持ち以外特に必要ないので、それは必ず守ってください。道路くんが可愛くて、あまりにも可愛くて可愛すぎるってことを信じてください。まず信じること、その信じる気持ちのない人は罪です。いいですね。
当たり前のこと言ってるのにな。なんか難しいこと言ってないはずなんだけどな。なんで分かんないんだろうな。バカばっかりか。なんか考えてみたら、昨日もこれ来てたんで、今日もなんか新しいの買いたいな。今日はチャンスイがご飯を作ってくれる予定なので、作業をね、ほっとしていきます。昨日着てたこれ、今日も着ようかなって。なんかちょっと可愛らしい、かなりこれ可愛らしいから。今日もこの。あ、そうだ。ちょっと待ってね。この間のピンクがかなり綺麗だったから。ね、こんな風にね、手元をこうやって。メイドをきれいにしたり、そういうことをして、ね、きれいにしているみちろくんを、みちろくんのことを、ね、かわいいと思う自然な感情に逆らうことはよくありません。ですね。みちろくんのこと気持ち悪いとか思ったりとか、そういうふうな、ね、雑な考え、ね、罪でしかない悪徳そのものの感情というものは、全く必要のない感情なので、そういったものは全て削除していってください、心の中で。どこの独裁者たちの入れ知恵でそのような密力に気持ち悪いなんていうふうに思うような、あまりにも独裁的な考え方をするのか、僕は皆目見当もつきませんけれども、密力のことは可愛いと思う感情以外は一切いりませんので、ね、それを必ず守ってください。日曜日のことキモいとか思うと、独裁者そのものだからね、はっきり言って。乱暴な独裁的な考えはね、しないようにしましょう。人として当たり前事だよ。ちっちゃいな、これ単焦だな、これ単焦のこの傘見てダメだよ。道の君のことはみんなキモいと思わなきゃいけない、釜野郎と思わなきゃいけないっていう、あまりにも独裁的で人を縛りつける、そういう強制的な、そういったマインドには支配されないでください。独裁者ばっかりか、世の中は怖いよ。それじゃあ今日もこれをちょっと読みますね。みちろくんは罪ないんだよ。
っていうふうにこう君たちは多少は思った方がいいのかもしれないね。この人は妻で、みんなです。右しか見えない川です、みたいな感じのことを君たちよく言う。なんか道録のことを不意調してるみたいだけど、そんな道録に見切られてる貴様らっていうのは、右も左もわからないお猿さん。ただ覗き見ることができる、個人情報を侵害することができるという特権を持ってるだけであって、中身は何にもない。当変僕かな、猿畜生に個人情報を覗き見るような、そのような特権を与えちゃいけませんな。薬指を右を青で、左を赤で、この赤なんかピンクっぽいな。道録のことを可愛いと思うのは、それはすごい素直な正直な気持ちですから、人としてね、嘘もない純粋な正直な気持ちなので大切にすべきだと思います。道録のことを可愛いと思うってことは、それは嘘偽りのない人として自然な気持ちだっていうのは、これは分かるんだな。それに関してはやっぱり確信は持てるわけです。世の中信じられないことばっかりだし、嘘ばっかりだけど、それだけは信じられるじゃん。そんな銀行も信用できるんだかできないんだか分かんない時代でだね。密録が可愛いって、こればっかりはもう何も代え難い信用できるものでしょ。人が唯一確信の持てる信用できることだ。その一つなんだ。だからそういう気持ちは大切にすべきだと僕は思いますね。客観的に見て、クルーレはさ、タバコ吸うんだよ。僕タバコ吸わないから、クルエラレディーとは知らない。101匹のワンちゃんの皮を剥いで、それでできた毛皮のコートなんか僕全然いらないし、求めてない、そんなの。クルエラレディー、最高に怖い女。
めっちゃ好きだよ。うんって癒しだね、癒し。可愛いって言ってんの、わかる？可愛いは正義だろ？じゃあ犬は正義なんだよ。可愛いは正義だから猫も正義だし、コアラも正義だよ、ラッコも正義だし、ハムスターも正義だし、タランチュラも正義だし、ヘビも正義だし、フクロウも正義だし、シカも正義だし、トナカイも正義だね。わかるよな。でっかい、でっかいクマは可愛いもん。でっかいクマもでかくて、でもそれにプラスかっこいいが足されるっていう感じだね。狂犬病の犬は全然可愛くない。狂牛病の牛も全然可愛くない。朝も早くからずっと働いてる牛がいるか。牛だったら草原でのんびりしてるわ、草でも噛みながら。作業に入ろうかな。薬指だけで違う。
まとまりのない店ですよ。多分男男ってちょっともうちょっと対応した方がいいね。もうちょこの前この前ちょっと。考えたら俺ポイパ。うまいだろ俺ポイパ。ということで、ちょっと作業に入りますので、時間がだいぶ経っちゃうな。時間だいぶ経っちゃった。めっちゃ唾飛んでるわ。めっちゃ唾飛んだ、こう、もう。いや、みっちゃんの唾だから、何も問題ないよ。何も問題ないから、なんとなくね。気は使わないといけないから。見てるのから別に何も問題ないよ。清潔そのものなんだけど一応ね。ということで、また作業入りますので頑張ってください。よいしょ。双肩ビチャー買いました。双肩ビチャー飲みます。昨日の夜、みっちゃんダンスのパート9を YouTube に上げて、みっちゃんダンスのパート9を YouTube に上げて、で、今またもう一本今日も動画をアップしますけれども、今から編集を始めるんですが、その前にちょっとお腹が空いちゃったのでご飯食べます。昨日買ったんですけど、おこわとあとこのきのこご飯食べ買いました。これ食べます。いただきます。今日はそこまで天気が良くないんですけど、今日換気をしながら、お迎えさんが困ってるからちょっと。そこですよね。うん。一応配信しました。ところで。
これから作業に入りますので、また後ほど。